安藤優子は、日本のニュースキャスター、ジャーナリスト、ウェーブ3系代表幹事、テイクシンク所属、千葉県市川市出身、身長164.5センチメートル、血液型は A 型、市川市立やわた小学校、千代田区立九段中学校卒業、1974年、東京都立日比谷高等学校に入学、高校在学中、 交換留学生として、アメリカ合衆国ミシュガン州ハートランド高校へ留学。私立オークランドカレッジを経て帰国し、上智大学外国語学部比較文化学科を卒業。大学在学中は、ホテルウーマンを目指しており、再び留学して、ホテルマネジメント学を学ぶ、費用年出のため、渋谷のパルコでエレベーターガールのアルバイトをしていた。そこで、外国人客と、 堪能な英語で話をしていたところを、テレビ朝日のプロデューサーに、スカウトされて、報道に携わることとなり、1980年に、同局のビッグニュース賞今世界は、でデビュー。その後、TV スクープ、ニュースステーション、CNN デイウォッチなどで、リポーター、キャスターを務め、民放連賞、フィリピン政権のリポートで、ギャラクシー賞個人奨励賞を受賞する。 大学を休学し仕事を続けた。これと前後して TBS 系全日本 F2 選手権のピットリポーターも務めており、その関係から映画 F2 グランプリに本人役で出演している。当時コンビを組んでいたのが今宮淳で安藤が1994年の F1 パシフィック GP にゲスト出演した際、コンビ復活となった。ニュースステーション交番後は、 テレビ出演を止め、28歳の時に大学へ復学したが、今度はフジテレビから声をかけられ、1987年10月から FNN スーパータイムに出演。仕事と勉学を両立させ、1988年春に上智大学を卒業。1991年の湾岸戦争では、日本人ジャーナリスト唯一となる現場取材を行った。 1993年、かつてコンビを組んだ同番組初代キャスターいつみ、まさの葬儀をリポートし、生放送中に号泣した。その後、1994年4月から2000年3月まで、シニア枠のニュースジャパンにてキャスターを務める。2000年4月3日からは、FNN スーパーニュースのメインキャスターを務める。安藤がスーパータイムから、 ニュースジャパンに移った1990年代半ばから苦戦していた富士テレビの夕方ニュース枠は安藤の復帰から2年後6年ぶりに視聴率1位に帰り咲くことに成功した安藤はインタビューで報道は気取りがある見ている方に通じないのであれば完全な送り手のマスターベーションでしかない2013年12月2日放送のワイドナショーの番組内でニュースに 優劣はないので何やっても良いと思う。硬派なことだけやればいいという考えは、上から目線すぎないかと発言すると、報道番組のワイドショー化を肯定する発言をしている。また、2000年代頃からは、メインキャスターを務める兼ね合いから、取材現場に出向くことが極端に少なくなったが、安藤は、実女などで、現場に行きたいが、自分が行ってしまった場合、 東京のスタジオでニュースを裁く人がいなくなってしまうので行かせてもらえないとの趣旨の発言をしている。ハーバード大学大学院の入学試験に合格したもののフジテレビから約2年の休暇許可をもらえなかったため2005年4月に上智大学大学院グローバルスタディーズ研究科グローバル社会専攻へ入学し2008年3月終了。2013年9月 上智大学大学院グローバルスタディーズ研究科、グローバル社会選考担任取得満期大学。博士論文を書き、博士号取得を目指した。2015年3月27日で、スーパーニュースが終了したことに伴って、翌週から、直撃ライブグッティの総合司会を高橋克美と共に担当。しかし、グッティが2020年9月25日放送分で、 終了したことに伴って本人曰く40年にわたる報道生活と生放送番組を卒業するに至った。なお、グッディの終了直後には個人事務所であった有限会社 A& アソシエーツの解散を決議したことが官報に報告されている。これ以外にも1990年以降のフジテレビ系列の報道特別番組には多数出演。 いつみまさたか、つゆきしげるといった男性看板アナウンサーが不在となった2000年以降は特にその傾向が顕著となり、富士テレビも局を代表するキャスターとして安藤を全面に押し出した。しかし、2015年3月のスーパーニュース終了後は報道の第一線からは距離を置いている。ありがとうございます。